お疲れ様です。ニケです。いつもご視聴ありがとうございます。インスタグラムの方ではですね、以前からちょこちょことお伝えはしてたんですけれども、今ここにですね、デカデカと段ボールを置いてありますけれども、はい、今年ですね、ちょうどこう自分としては節目の年で、年齢が30になる年なんですけれども、また新しくですね、人生をかけて楽しめるような趣味を始めたいなと思いまして、レコードをですね、始めることにしました。はい。はい、でレコードにこう行き着いたね、経緯みたいなものはまたブログの方で記事にしようかなと思っているんですけれども、今回ですね、一応自分なりに結構調べてですね、当分はですね、物足りなくなるようなことがないだろうというような機材をですね、揃えました。で、それぞれですね、選んだ機材と理由についてはですね、また別で動画を撮りたいなと思っているんですけれども、これまでのですね、自分のギターだったりとか、カメラ、ロードバイクといったようなですね、比較的こう嗜好品系の購入経験っていうのをもとに、やっぱりね、ザ初心者向けっていうよりは、もう少しこう上のエントリーからミドルグレードくらいのものをですね揃えた方が長くこう愛着を持って使ってこれたっていうのもありますし、仮にね新調する場合にもリセールが効いたりするので、本当に底なしのですねオーディオの世界ではエントリーの領域にはなるんですけれども、そこそこというかですね、今の自分にとっては限界まで頑張ったような感じになっております。はい。で、本当はですねレコードを今年中に始められたら御の字というか、なんなら来年ぐらいかなっていうふうには思ってたんですけれども、調べていくうちにですねロードバイクとかギターも似たような傾向だったんですけれども、どんどんこう欲しいモデルだとか狙っていたモデルっていうのがですね買えなくなったりとか高額になってしまうっていうことがですね顕著な世界のようで、やっぱりねこういうのってご縁だったりとか勢いがね大事だなと思ってた時に、たまたまですね狙ってたモデルが全部こう同じお店で一挙に揃うっていうようなタイミングがあったので、本当にですね清水の舞台から飛び降りるような気持ちで今回購入いたしました。はい。で今回はですね、自分自身の記録という意味も込めてですね開封しつつ YouTube のですねいろんな動画も参考にさせていただきながらセッティングをですねやっていきたいなと思ってます。でセッティングをしていくのがですね今こちらにちょっとだけ見えてるんですけれども、はい、レコード用に、購入した IKEA のシェルフで結構ね海外のクリエイターとかが使ってるようなものなんですけれども、10代20代の方からすればですねじじくさいと思われるかもしれないんですが、ちょうどね1年ぐらい前からですね、父がハマったっていうのもありまして、レコードと一緒にですねこの下並んでるんですけども、ウイスキーもねちょっとずつこう勉強していきたいなというふうに思ってます。はい。というわけでですね今からこちらにですねレコードをセッティングをしていきたいなと思います。
はい、というわけでですね、結構ね途中端折ったのと、レコードプレイヤー自体にですね、初めのまあ諸々の調整はまだだったりするんですけれども、スタンドのね初期不良だとかスピーカーケーブルの購入忘れなんかもあってですね、数日がかりでですね今後のまあ土台のようなものが完成をしました。一応まあ振動を気にしてですね、左右にスピーカースタンドを配置していたりとか、まあ、やや見た目悪いんですけれども転倒防止のねリスクヘッジなんかもしてます。で結構ねギターの機材とかもそうなんですが、配線のね見栄えを気にするタイプで、まあ、うまくね今回も隠せたんじゃないかなと思います。はい、でリモコンとかね電源タップに関しては、ちょうどの鉄でマグネットでくっつくようになっているので、右側にですね、浮かせて掃除しやすいようにしました。でまあ、ちょっと小ネタというかですね、レコードの、ターンテーブルだけにですね、この2段目の、ウイスキーの棚もですね、はい、ターンテーブルでですね、まあ、こんな感じで、はい、回るようになってます。まあ、今後増えていった時にですね、奥のやつとかが取りやすかったりするので、これもね地味に気に入ってます。で、まあ、早速ねレコードを聞きたいところなんですけれども、実はまだ1枚も持ってないんですよね。でもう1枚目はですね自分の中で決まっていて、数枚分ぐらいはですねリストアップされてるんですけれども、予算の兼ね合いもあってですね5月に入ってから購入しようかなと思います。で、このですね下の下段がちょうどレコードを収納できるようなサイズなんですけれども、まあ、今後は10枚から15枚ぐらい、まあ、ちょうどこのね木の壁の部分が空いていたりするので、こちらね壁掛けで設置できるようにしようかなと思ってます。まあね楽器が弾けたりとか、まあ、仕事ができたりとか音楽視聴を楽しめたりっていうのはですね、まあ、昔からまあ目指したかったですね理想の部屋作りではあったので、まあ、少しずつですね近づいてきたのかなと思ってます。でまだですね、まあ、全体的にだいぶ部屋が茶色かったりするので、まあ、植物を置いたりだとか、ゆくゆくはねこの壁掛けの手前側にこうスクリーンを垂らせるようにしようかなと思ってるんですけれども、まあ、やりたいことはねそんな感じでたくさんあるので、まあ、ちょこちょここの YouTube の方でもですねご紹介をしていければなと思っております。はい、でそれぞれですね選んだ機材のまあ詳しい紹介だったりとか、まあ、選んだ理由についてはですね、まあ、別の動画をアップしたいなと思ってますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、というわけでですね今回も最後までご視聴ありがとうございました。